池袋なう、浅川図です。チビリアンです。ええー、常々ね、チビリアンが早く SE の2が出ないかなと。<laughs> もう、ずっと言ってますよね。ずっと言ってるよね、ここ2、2> ね、2 3年ぐらい、ね、うん、そうそう。で、まあ、ようやくその SE2 の、まあ、めどがつきそうだっていうことで、うんうん、今年ね、2020年に、まあ、発表されるんじゃないかと。 いうことなんですけど、まあ、これがね、SE じゃなくて、iPhone9 になるんじゃないかっていう推測が出てるんだよね。SE はもうだからもう、消滅ですよね。まあ、ブランドとしては消滅なのかなこれ。9って言っちゃってんじゃんっていうところも嫌なんですよ。<laughs> なんでもだって8って、8の次ってことじゃんっていう、その、SE の次っていうのは確実にもう、<laughs> ないじゃないですか。SE の次が9になるっておかしいじゃないですか。どう考えたって。大きさで言うと、まあ、8を引き継ぐっていう形だよな。意味がわからない。全くもって。えっとね、まあ、推測されるスペックとしては、えー、4.7インチ。うん。で、Face ID じゃなくてタッチ ID。うん。で、発表は今年の3月。うん。 A13 チップを搭載。うん。で、価格は iPhone8 と同程度ってことで5、6万。うん。なんで、性能自体はすごく良さげではあるよね。カメラはどうなんですかね。カメラ、どうなるんだろうな。カメラ次第っていうのもあるな。なんていうかな、この予想画像みたいなのを見ると、カメラ1個だね。ですよね、これ。うん。ま、これがね、予想だからまだなんともですけど。 そうだね。外観はまあ8と同じってことで、そのなんだベゼルとかも全画面ではない感じだわな。うん、まあだからホームボタンがあるってことだな。いやでもさ、うん、SE のサイズじゃないなら買う意味ないんだよな。だったらもう諦めて12を買いたいわけです、私は。うん、なんかね、次の12はすげえ、 性能が良くなる、USB-C になるっていう可能性もあ,あるからなあるしそう。だったらもう私は SE を卒業します、ここで。<laughs> 卒業宣言で知った。はい。SE 卒業してもう時代に乗っていくうの12とかでも、すっげえ高いんじゃねえのいや、でもやっぱそれだったら最新のものを狙いたいわけですよ。あー一応ね、まあ12の、まあ、噂も今出てるんですけれど、 えー、5G の通信に対応。まあ、これが一番でかいんだろうな。てか、そもそも日本のその今の、うん。携帯会社の 5G の、その、うん、なんて言うんですかどれぐらい網羅してるのかってい、ね。そう,そうそうそう。まあ、本格的に指導、その 5G に対応するのは今年からだって言われてるよね。うん。で、 リフレッシュレート 120Hz の有機 EL ディスプレイで、画面内、<laughs> 内蔵指紋センサーと。ああ、いいですね、それは。ああ、そうだね。これはまあ、指紋センサーが復活するっていうのはまあ良さげではあるよな。うんうん、でで、ね、もこれまあ、チビれが一番気になってるであろう。大きさが、えー、5.4インチと6.1インチと6.7インチ。でっけー 6.7インチってのはもうタブレットじゃんな。いや、それもそうだし、もう5.4の時点できついな。で、5.4インチモデルは iPhone8 とまあ同じデザインなんじゃないかと。うん。うん、で、全モデルが有機 EL ディスプレイで、まあ、あ、でもライトニングの可能性がまだあるんだって。それどうなんですか USB-C は次、来年かもな、13とかかも。でも1十三3って縁起悪いから数字として出さねえ可能性もあるけどな <laughs> ありますね、確かに。で、カメラは4つ <laughs>。4眼カメラっていうことで、3D センシングをサポートと。えー、で、小型化された Apple Pencil をサポート。へ<ー>で、付属イヤホンとして AirPods が選択可能に。 えー。っていうことですけどね。はあ、泣ける。<laughs> <laughs> 泣けちゃうよ。ついに私の手からはみ出るサイズの iPhone を使うことに。す、ね、まあ一番ちっちゃくて5.4っていうことですから。持てないよ、片手じゃ。絶対。9よりでかいわな。ふふ <laughs> <laughs> 本当に泣きそう。はぁ、辛い。リフレッシュレート120ってことで、まあすでに採用されてる iPad Pro とか、えー、プロモーションディスプレイみたいな、まあだからスクロールがすごく滑らかになると。うんうん。あとゲームとかね、やる人はこのリフレッシュレートが高いと、すげえまあ有利だっていうふうに言われてるからね。うんうん。 あ,あとはまあだからそうだな 5G でもなその 4G とかそのスタートした時もそうだけど出立ての頃って逆につながりにくかったりするんだよなそうなんですよね基地局が少なくてねうんあまあましてうちみたいな田舎だとその、ね、5G が入るのもっと遅くなるだろうから都内じゃないと使えないみたいなパターンじゃないかなと思うんだよねうんうんうん まあでも、12かな。今回ね、この TOF センサーによる 3D センシングっていうことで、離れた距離にある被写体の振度を認識できると。うん。ボケを後から変更できるみたいなやつだよな、これ。はあ、すごい、それは。っていうことですけれど、一応ね、今喋った話は全部、その、予想ですからね。<laughs> 予想なんでっていうね。 予測、噂、レベル。っていうことなんですけれどね。この SE のサイズで SE2 出たら私は泣いて喜びますけどね。終わったな。しんどいな。終わった。私の SE 人生終わった。ああ、チビレンの青春が終わったな。青春は本当にもうこれで終わりましたね。あまあ、<は>長いことな、iPhone 使ってるけれど。はい。まあ、それでも iPhone を使い続けるんですけど。うん。まあ、一旦青春は終わりました。 まあ、受け入れるしかねえんじゃねえの、うん、ちゃんと時代の波に乗れる女になります、今後は。今からさ、同じ大きさのなんかさ、発泡スチロールかなんかで作って。<laughs> 練習練習、持つ練習しとけよ、<laughs> お前。<laughs> いや、もう片手で操作するということはもう諦めましたから。じゃあ、両手で持つ練習しとけよ、医<う>いいん <laughs> う両手で持つ練習はしときます。<laughs> もう、一生懸命。うーん まあ、実物見たら欲しくなると思うよ、なんだかんだ言って。まあ、そりゃそうですよ。だって、うん、今でさえ11の画像とか見せられると、うんうん、あ、めっちゃいいなって思うし。うん、そうだよな。そう。結局見ればいいなとは思うんですけど、やっぱサイズは大事なんですよね、私にとって。うん、まあ、それをずっとな一貫して主張してるもんな。うん。 コンパクトさがね、魅力的だったから、それがなくなるのは悲しいですよね。まあ、それで言うとな、アンドロイドなんか結構折りたたみがいっぱい今ね、出てきてるから、ひょっとしたら iPhone もな、そのうち折りたたみ式が、まあ、出てくる可能性もゼロじゃないからな。うん、折りたたみ、使いたいですか値段が安くなってきたらね。ああ、やっぱそうなんだ。中国とか韓国からああいう折りたたみのやつ出てるし、あと前も言ったけど、あの、縦にね、うん あのーうんうん、折りたたみるでかいやつ。<の>ちょっとあ分厚いやつな <laughs> あ。あるけれど、まああれが普通の値段で買えるようになったら、まあちょっと買ってみたいなっていう、もの珍しさで買ってみたいなっていう気はするけれど。うんうん、そうですね。気にはなりますよね。うん、でも流行んねえかなとは思うんだよな。うん、やっぱガラケーの折りたたみの時とわけが違いますよね。うん ガラケーの折りたたみはかなり画期的だったから。うん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 。あれとはちょっと違う感覚だな。そんな感じでね、まあ、はい、iPhone9 がね、うん、まあ今年中に発表されるんじゃないかっていうことで、ちびアもいよいよ年貢の納め時っていうことで。はい、そうです。 どっちにしてももう買い替えそろそろやばいっしょ、しないと。だって、1時間半で40%なくなりますもん。<laughs> もう電池がダメなんじゃん。うん、そう。だから9月までやばいから、<う>もしかしたら1回電池変えるぐらいな勢いで。さすがに電池交換するんだったら買い替えた方がいいよなでも11は嫌じゃないですか、12が出るってもし分かってもちろんもちろん。うん、それはもう今年いっぱい頑張るしかないよ。そう。だからね、もう。 そうなんですよ。で、本当に早い。本当に昨日とかも出かけたんですけど、うんうん、朝の時点でまあ100で出るわけですよ。あはい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 。100で出て、で、電車乗って1時間ぐらいでもう64%みたいになってて。それも携帯電話としての機能も、<laughs> <laughs> してねえんじゃねえのいや、してない。しかも別にゲームやってるとかないですからね。じゃなくてだろう。 最終的にバッテリーの消耗激しくなっても家で固定電話として使う感じになるんじゃねえのつなげっぱなしで。固定電話固定電話だよ、もう。優先式の固定電話だよ。悲しい、そんなのってことは今じゃあれか、モバイルバッテリーを持ち歩かねえとやっていけない状態なんだ。うそうそう、モバイルバッテリーを持っていかなかった時の絶望感は半端ないです。 それじゃあもう小型化の意味がねえじゃん。<laughs> 小さい SE を持ってる意味なくなってんじゃん。充電器がもしかしたらあの iPhone。<laughs> 大きさが<う> iPhone 並みの大きさになってるだろうからさうう。すごい大きいですもん。今使ってる充電器。そりゃ本末転倒だわ。<laughs> <laughs> それはもう今年買い替えた方がいいと思いますよ。<laughs> それはもうそうです。そうします。あーっていうことでね。まあ。 チビリアン的にはまあ今年何にしても買い換えるであろうと。はい、そうです、そうです。それはもう決定です。うん、っていうことでまあ、あとな、もう一つ考えられる手段としてはほら、えっ、ー、と、前の機種が今年安くなる可能性あるから、11か。うんうん、とか、まあ、え、8だとさすがにちょっとな、古すぎるような感じはするけれど、うん、あちなみに旦那さんは今何使ってんの ?6 プラスです。 <laughs> ちょっといいぐらいだ。6S?6S?6SR <ー><か>な。うんあ。でも古いな。<laughs> 4年ぐらい。あ<ー><か>ということでね。まあ長年、はい、SE を使ってきたチベリアンもそろそろ年貢の収め時っいうことでね。2>, <laughs> 2回目。2回目。<laughs> 今年のね、2020年は、<laughs> はまあ、あの、新しいね、iPhone のレビューを待ってますんで。はい。 諦めてください。諦めます。はい。<laughs> よろしければチャンネル登録お願いします。